ナオミさん、15日にナオミさんのところ予約したいんだけど、予約入れておいてくれる？わかりましたよ。何人ですか？30人。え？ナオミさんのとこ30人入るでしょ？それとも30人入らないくらいの小さい店だったっけ？うちの居酒屋はちょうど30人が定員ですよ。だいたいそれくらいで限界かな。30人も集まるの？そうよ。上の子のママ友の集まりでね。なんかあんたの居酒屋最近話題らしいじゃないの。私が幹事だったから使ってあげようかと思って。そうなんですね。ありがとうございます。でもうち結構予算かかりますけど大丈夫？は？うち大衆居酒屋と違ってちょっとお高いし、ママ友の大勢での集まりだと予算オーバーな人もいるんじゃないかな。いやいやいや、そこはなんとかしてよ。え、なんとかって何？割引するでしょ普通。私たちママ友なのよ。ママ友割引で少し引いたとしても、宴会コースだったら5000円からになっちゃうよ。は？ 5000 円？飲み放題つけなくてその値段だから、個人的にはもちろん来てほしいですけど、ママたちも余裕がある人ばかりじゃないと思うし、大丈夫かな？なにそんなふざけた値段設定にしてるの？ナオミさん頭おかしいんじゃないの？おかしいと言われても、一応高級居酒屋っていうコンセプトで食材にもこだわってるし、これ以上安くはできないですよ。普通飲み放題付きでも3000円くらいじゃないの？さすがにそれは安すぎるし、貸し切りで30名なら幹事1名分は無料になるけど、それが限界。うーわー、信じられない。ママ友なのにそんなに正規の料金取るんだね。これでも 20% 程度割引してるんだけど。ナオミさんがそこまでケチだと思ってなかったよ。でも、もうそこでやるって言っちゃったしな。とりあえず予約入れておいてくれる？とりあえずって、キャンセル料金は3日前から全額かかるけど、それに貸し切りだと3日以上前でもキャンセル料金は発生するよ。ああ、大丈夫大丈夫。何かあれば連絡するから。わかりました。じゃあその日は貸し切り予約にするからね。お待ちしてます。今日はありがとね。またお邪魔しますね。いえいえ、こちらこそ来てくれてありがとね。いつもお世話になってます。ナオミさんのところはランチメニューは手の届くお値段だし、味もいいから本当にお気に入りなんだよね。そう言ってもらえると嬉しいよ。そういえば、さゆりさんって上の子3年生だったっけ？そうだよ。どうかしたの？ジュンナさんと一緒だよね。あの人ってちょっと変わってる？ああ、ジュンナさんね。あの人はやばい。やばい。変わってるってなんてもんじゃないよ。あの人と上も下も同じ学年なんてアンラッキーだったわ。そんなに？何が変なの？嘘つきだし、自己中だし、借りたものは返さないケチだし、今月のママ友の集まりも幹事やりたがって大変だったわ。そうなんだ。めんどくさそうだね。そういえばそのママ友の集まり、うちでやるみたいだよ。え？ナオミさんの店で？30人で予約入ってるよ。夜だし高いけど大丈夫かって確認したけど、大丈夫って言うのよね。それ、15日の話だよね。そう。15日に30人の貸し切りで予約入ってるよ。本当に？だとしたらあの人、どういうつもりなんだろう。え、どういうつもりって何が？違う居酒屋で連絡回ってたよ。ナオミさんの居酒屋ではなかったし、予算も3000円くらいだった。え、15日に？というかもう今週末だけど、キャンセル連絡も来てないし。あの人、本当に何考えてるんだろうね。よくわからないけど、ママ友の連絡網ではもう別の居酒屋だって言ってた。ナオミさんに迷惑かけるってわからないのかな？わからないのかもね。でもあっちがその気ならこっちだって受けて立ってやるわ。今日はキャンセルでよろしく。は？違う店に行くことにしたから。ナオミさんの店は行きません。いや、ふざけてます。30人分のドタキャンですよ。キャンセル料はどうなってるんですか？え？私キャンセルするかもって予約した時言ったよね。キャンセル料かかるとかありえないでしょ。言われてないし、言われてたとしてもそんなの受け入れませんよ。ドタキャンには変わりないでしょ。こっちは食材も準備してたんですよ。安心して。それはこっちで処理しますから。え、処理？食材は余らせたらかわいそうだしもったいないでしょ。だから私がもらっておいてあげるね。何の話？食材は私がもらっておいてあげたよってこと。そこは心配しなくていいよ。ちょっと待って。食材がなくなってるんだけど。だから言ったでしょ？私がもらってあげるって。本当に信じられないんだけど。まさかドタキャンした挙句に食品まで盗んだってこと？
盗んだとか言い方悪。店に侵入して食材盗んでいったってことでしょ。言い方悪いとかの問題じゃないですね。仕方ないじゃん。ナオミさんの値段設定が悪かったんじゃない？は？あんたの高級居酒屋高すぎるからキャンセルで。せっかくだし、余った食材だけはもらっておくね。クズが。本気で潰してやるよ。え？あんたもう許さない。ドタキャンだけじゃなく、貴重な食材まで勝手に持っていきやがって。あんたのやったこと、全力で後悔させてやるからね。覚悟しとけよ。何言ってるのよ。そんなに怒ること？私は食材が無駄になるのを防いであげただけじゃない。むしろ感謝して。ふざけるのもいい加減にしてくださいね。犯罪者のくせに。え？不法侵入と窃盗でしょ、これ。人の店から勝手に物を盗むなんて、どんな神経してるの？いや、犯罪とか大げさすぎない？変に話を大きくしないでよ。キャンセル代はもちろん全額請求します。ドタキャンの当日キャンセルなので全額ですよ。15万円になりますからね。よろしくお願いします。はぁ？そんなの払うわけないでしょ？ありえないよ。15万円なんて食べてもいないのに。そんなふざけた冗談言ってると店潰れちゃうよ。こういうありえない行動する客に合わせないと潰れるなら、潰れても仕方ないでしょうね。でもこっちはキャンセル料を請求する権利がありますから、もちろんしっかり請求させてもらいます。何怖いこと言ってんの？冗談だよね。冗談なわけないでしょ。自分がやったことを後悔しても遅いってわかる。私が何したって言うのよ。その店には行きたかったけど行けなくなっちゃっただけで。一週間以上前から違う店を予約してママ友に連絡してたでしょ。え？それは同じ学年の他のママ友に聞いたから。しかも30人も参加しないのに適当に予約したんでしょ。なんでそんなことまで聞いてるのよ。つまり、あなたは元からドタキャンするつもりだったんじゃないの？それか本当に忘れてたかのどっちかだけど。忘れてたのよ。ドタキャンするつもりなんてなかったし。へえ、忘れてたんだ。それなのに私にキャンセル連絡するより前に、店に忍び込んで食材を盗むことはできたんだね。それはちょっと違うのよ。事情があって。あなたの事情なんて正直どうでもいいから。どうせ事情なんてないんでしょうけどね。聞いたところで私にはもう関係ない。警察に通報しました。え、警察？監視カメラをチェックしたらしっかり映ってたよ。あなたが店に忍び込む様子も、店内を物色して盗みを働く様子もね。監視カメラ、気をつけたはずなのに。常習犯なんじゃないの？鍵のピッキングも一瞬でやってたわね。そんなとこまで見てたの？他のママ友から聞いたけど、ママ友の家にあなたが遊びに来ると何かがなくなるって噂も聞いた。これは警察でしっかりと調べてもらった方が良さそうね。待って、ナオミさん。それはやりすぎじゃない？私、犯罪のつもりなんてなかったし、むしろ食材を助けるつもりで。意味がわかりません。あなたの犯行の様子はバッチリ撮られてるんだから、不法侵入と窃盗罪で訴えるつもり。そこまでしなくてもいいでしょう。私たちママ友だよね。食材は返すから、それでいい？返したとしても盗んだには変わりませんから。それと、ジュンナさんの旦那さんの会社とのコラボもなかったことにして。え？旦那さんの会社とコラボして新商品開発の予定だったけど、もうこちらは協力するつもりありませんから。何その話。旦那にそんなこと聞いてないんですけど。うちに営業に来てた人がたまたまあなたの旦那さんだったのよ。狭い町ですからね、こういうこともあるわよね。でも犯罪者の旦那と関わりたくないから、今回のことはもうキャンセルの連絡を入れておきました。そんなの私には関係ないし、旦那の会社のことは旦那のことだし。でも、私が取引をキャンセルした理由は、あなただから。それははっきりと明言しておきましたよ。いや、そんな余計なこと言わなくていいでしょ？それ私が旦那に怒られちゃうやつじゃん。怒られるで済めばいいですけどね。は？どういうことよ。自分がこれから警察に捕まって犯罪者になるってこと忘れないでよ。なんでこんなことに。私はただキャンセルしただけなのに。キャンセル料は何とかしていずれ払うから、それでいいでしょ？残念だけど、もうそういうレベルの話じゃなくなってきたんですよ。え？あなたがしたことは犯罪です。迷惑行為も含めて、これ以上は私には手に負えないし、警察で話したらいいと思います。もちろん、キャンセル料も払ってもらいますからね。ナオミさん、お願い。私たちママ友でしょ？何かの間違いっていうか、誤解だと思うの。食材もすべて返しますから、警察はちょっと困る。お願いします。助けてください。お断りします。あとは警察で話してください。それじゃ、その食材は腐らないうちに食べきってくださいね。
もちろんその分も全て請求させてもらいますけど。結局純奈さんはその直後に警察に見つかり、すぐに連行。自分が幹事だったママ友会には参加すらできなかったのだとか。旦那さんは全ての事情を知って大激怒を超えて呆れてしまい、愛は完全に冷めてしまったようで、すぐに離婚を突きつけたようです。旦那さんは直美さんに土下座して謝罪。離婚して純奈さんとはもう関わらないと証明し、会社のコラボ企画は流れずに済んだのだそうですよ。純奈さんは他にもいくつかの余罪が見つかり、窃盗で実刑判決を受けることになってしまったのだとか。以前からこそこそとママ友の家に出入りしていたのもバレ、誰も二度と関わりたくないと思っているんだそうですね。ま、当然ですよね。少しは更生してくれるといいのですが。